予定があって、でそのレコ発ワンマンライブ終わって、でちょっと沖縄で CD を売り、で3月にちょっと静岡に行く用事があるので、あ妹もねいるから、で静岡から北上していこうかなみたいな。イエーイ、頑張れ頑張れ、うん、あ大吾さんもおーって。これだけでもいいあれですね、うん、企画ですね。ね、絶対楽しいよね。絶対楽しいと思いますよ。しかもなんか、そうそう、だからね、この弾きながら、このほら、そばに看板みたいなのを置いて、1000枚売るまで沖縄帰れませんって、やっとけば一応ね、道場も弾けるじゃん。なんか、テレビ局とかもつけたらいいじゃないですか。ああ、でももう、で本当はね、なんかこの、配信したいわけよ、この YouTube とかのこうやってる動画とかをね、はい、カメラマン欲しいんだけど、ねえねえ、 YouTube の配信ぐらい自分でできるやん。そう、だからちょっと思うけど、このちょっと離れたとこにカメラ置いてて、カメラ盗まれないかなって心配があるわけ。ないでしょ、ね、いや、なんか沖縄だったら大丈夫だけど、なんかわかんない、ね、怖いなと。三脚に置いて目の前に置いてるカメラ、ひょいっと撮っていかれたら気づくでしょ。いやいや、でも追いかけてももう絶対たどり着かないじゃん。あー、だから一応ね、あ、そっか、その辺は僕との違いですね、うん、自分目の前で盗んでやついたら絶対捕まえてきますからね。そうそう、だってギターも持ってって走ったにしても、まあ、周りの人が捕まえてくれるかな。うん、可能性ある。あーって言ったら、うん、しかも人がいっぱいいたら逆に盗まんかもしれんしね、はい、でそういうニュースいっぱいあるさ、なんかひったくりとかなんとかありますけども、そうそうそう、そういうの見てたらちょっと怖いなって思うけど、でも配信はでも一人でもできるよね。でも近くに置いとくかカメラはね、とか、うん、あとはじゃなかったら、うん、その 見に来てくれる人にすいませんお願いします、って撮ってもらっていいですか、うん、その代わり CD1 枚あげるんで、ダメ、意味ない。それでもう全部ただで明け渡すことになりそう。あ、メッセージじゃあちょっと来てるんで読みましょうね。うんうん、キャンティーさん、あ、はい、これ北野西さんからですね、キャンティーさん、はい、ありがとう、みゆきさんがギター弾いてキャンティーさんに歌ってほしいです。あー、いいね。いや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 いいね。みゆきさんが歌うべきでしょ。だけなんか弾き語り苦手なわけよ。歌うだけかギター弾くだけならできるけど。どんなよって。僕はアーティストではありません。じゃあ X ジャパン練習しとくよね。なんだった、雨のなんとかだった、エンドレスレイン。オッケーオッケー、はい、オッケー。まあ、XJAPAN で歌えるのは、エンドレスレインと、ラスティーネイルと、うん、あれは、フォーエバーラブと、そうそうそう、それ。ティアーズ、あと、くれないですね。この曲、この5曲は歌えます。ああ、じゃあちょっとギターいけそうなの探しとくわ。はい。まあでも、エンドレスレインピアノ曲ですからね。ギターでやったらどんな雰囲気なんですかね。うん、面白いかもね。うん。頑張るわ。終わり？メール。あ、メール終わりです。ありがとう、リスさん。いいね。はい。いいね。ギター練習しよう。で、ツイキャスもね、いっぱい来てる。大塚さん、3月スタートで放送はキャンさんに任せて、現地から生電話で出演がいいんじゃないですかって、楽しそう。うん。確かに、だからね、あ、ラジオどうするかなって思ったんですよね。そのまま今のラジオ、打ち切り。しかもどれくらいの期間で1000枚売れるのかっていうのもありますよね。予想がつかないから。でも1日10枚売れば100日3ヶ月ぐらい、意外に早いかもね。でも半年で帰ってこれ、でも毎日多分やるわけじゃないじゃんね、路上ライブ。半年1年半年なんか半年で帰ってこれたらいいなって思ってるけど。いやー、いいですね。でもこういうなんか旅って楽しそうですね。そう、絶対楽しい。しかもその日の売り上げで生活するみたいな。大塚さんがいいメッセージいただいてますよ。誰誰、6月までに完売できなかったら罰ゲームみたいな。あ、いいね。あ、誕生日までには。そうですよ、目標をちゃんと決めてこの日までにってやっとけばリスクないじゃないですか。まあね、はい、じゃあ6月の誕生日までにする。はい、だからなんかこな、ん、来年の誕生日、一応でもほらディズニーシー行く予定があるじゃないですか私。ほらこれもこの前の誕生日でね、はいはいはい、今年は
ランドだったから C に行く。 C に行くと。うんうん。じゃあ誕生日までにする？誕生日までに。でも6、何、待って、3、4、5、6。でもそれって3ヶ月しかないじゃん。3月。しかも3月の後半、3月の後半ってまだ寒いのかな？どんなですかね、あの、内地族の皆さん。うん。ね、あ、レイニーさんも東京まで来たら見に行くって。来て、みんな来て。あの、この、リスナーさんのいる土地は回りたい。全部。だからみんなどこにいるかの都道府県教えてもらえれば、それを目当てに行こうかな。特に関東が多いですけどね。あ、そうなの？あ、神奈川、東京、埼玉。ああ、そうだね。関西系いないよね、あんまりね。あんまりいらっしゃらないですね。ねえねえ。3月はリアルな地で寒いですよ。寒いかな、寒いかな、3月。まあでも、あ、まあ外だけオンリーで考えたら今日寒いですね。ああ、でも自分神奈川に2月友人の結婚式で行って、うんうん、なんと40年ぶりの大雪っていうのにぶち当たったことが。3月？はい。あ、3月じゃないです、2月です。あ、2月、はい、意外と平気でしたね。ああ、でも外でじゃあさ、ライブできないじゃん。駅とかでやる。雪が頭に積もりながら、誰も立ち止まんないよ。大塚さんが、あの、路上だけじゃなく各地のリスナーさんの力も借りてお店でライブしたりするのもいいかもねって。あ、確かにね、面白いですね。あの、飛び入りライブとか企画してるライブハウスとかもあるから、そういうとこに行ったり、なんか結構沖縄系のお店やってるところとかにちょっと歌わせてくれませんかっつって歌わせてもらうとか。なんかそういうなんかつながりも増やしたいなって思って、絶対楽しい。いや、その行動力いつも羨ましいなと思うんですよね。うん。まあこれでも絶対ね、お父さんに大反対されるよ。多分ね、この放送聞いてたら帰ったらなんか言われるはず。お前何考えたのか。そう。お前ちゃんと計画してるのか。計画とかじゃない。もう心配しすぎて。もう女の子一人で。生きていけなんか、そう、そういうとこがあるんですよね。うん。まあ。まあ確かに女の子一人で心配になる気持ちもわかるんですけどね、うんうん、そっか、3月寒いのか。東京は寒いってことだよね、レイニーさん。東京とか静岡は大丈夫かな。だ、それかもう下の方から進めていこうか、鹿児島らへんから。でもそしたらね、あのとりあえず北海道に函館さんがいるから、北海道を目指していこうと思ってるのよ。だけどなんかその前に1000枚売り切れちゃいそうじゃない、鹿児島から進めたら。まあ確かに。あ、でもそしたら造反すればいいか。でも仙台全部売れるっていう、まず、うん、まあポジティブな。売れるでしょ。打算もありますけどね。でもさ、みんなにこの話したらさ、友達とか、え、なんか仙台余裕で売れそうじゃないってみんなが言うから、あ、そうなんだと思って、うん、売れるはずねみたいな。でも、うん、そしたらまた、うん、造反して。でも仙台セールスって考えたら全国的に有名な人でも結構難しいらしいですよ。そうなの？あの、お笑い芸人さんが結構曲作って出したりとかするじゃないですか、うん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 、あれでも有名な話とかで300枚しか売れなかったとか200枚しか売れなかったとかいろいろあったりする方もいますんで、1000枚売れたらすごいですよ、だいぶ。本当？はい。なんか私の考えでは1000枚はすぐ売れて、また沖縄戻ってきてちょっとまた造反してまた行くみたいな考えなんだけど。あー、でも甘いかな。甘男レイニーさんがすごい妥当な。あ、そう思った。1000枚持ち運ぶだけ大変そうって思うさ。だからもう、あの、今ってほらコンビニに送れるんでしょ、荷物って。送れます。だからもう実家に送ってもらおうと思って。何枚かずつ、それで取りに行って。そう。それしかないよね。だって、は、相当10ダンボール10箱だからね。だと思う。100枚ずつ入ってると思うから、ダンボール。なるほど。あ、なるほど。そういうね。あ、でもそのぐらいの量になりますね。そう。1000枚だったらね、見たことないけど、まだ1000枚って数。うわ。でも大塚さんがお父さん同伴路上ライブ。あー、いいですね。 あの、あれやる。カメラマン。お父さん、私のために仕事辞めて。いやー、すごいストレス溜まりそう。だから、そう、しかもさ、ほら、北海道は夏の時行きたいじゃん。寒かったらできないから。だからね、夏ぐらいに北海道に行くぐらいの計算でね、うん、氷点下5度ぐらいって、3月は。大丈夫だ。大丈夫じゃないべ。
で、なんかたかしさん来てくれてる、こんばんは桜前線の追っかけわら、あいいね、桜前線追っかけるめっちゃよくない？いやー桜前線追っかけて、うんうん、それでも寒そうですけどね確かにあいいね、でも桜見てみたい、このほら沖縄の桜ってボトって落ちるじゃん、あっちはなんか花びらがひらひら舞ってるでしょ、まだ見たことないんですよ私それを、それもいいね、へえいいね、もうなんかシュプリームさんが迎えに来るとかなんとか言ってたけど、大塚さんも埼玉なら止めるよってもう起きるんだけどみんな優しいね。今ですねメールでですね、うん、函館さんからメール来てるんですけど、うんまあ、お家の方し、窓ガラス割れちゃったみたいで、その写真が載ってるんですよ、うんうん、311の時より揺れたらしいです。あ、そうなんだ。あの時北海道も結構揺れてましたからね。はあ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 、あそっか東北だもんね、はい、最後に嬉しいメッセージが、うんうん、CD 買うよん、おお、ありがとうございます、あの函館まで行くから待っててねいや楽しみ、ほんと大塚さんも各地のリスナーさん宅に100枚送りつけておくのはどうですか、あそれいいかも、おお、あでも最初からなるほど、あでもいいね、でその都道府県に取りにそれを取りに行ってあ、 ありがとうございます同時これを売りまくる、そう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 、あおそれも面白いね、あ確かに確かに、でシュプリームさんやっぱ地道にショールームやマイスター配信してファンを増やさなきゃ、やっぱそういうの多いんだ、みんな見てるんですね、うん、しかも函館さんがまた地震って大丈夫かな、やっぱ余震が、ね、結構あるみたいですからね、うん、お気をつけください、じゃあここで1曲いきます、はい、やばい今日のオープニングトークも41分、これもうオープニングって言っていいのかいいんじゃないちなみに2曲用意してますけど、うんうん、どっちからいきます、いいあのどっちでもいいよ、任せた、わかりました、じゃあこちら大塚健二さんからリクエストありました、うん、玉置浩二さんの、正義の味方今日は川柳なしで今日はフリートークでいきましょう、うん、太鼓さんが迷惑って急に怒られる、迷惑しかないしかも勇気が取りに来るまで段ボールがボンってあるわけだからねいつ来るんだこいつみたいな、でも絶対楽しいよね、だからもう早く3月ならんかなって思ってるんだけど、みんな、タイゴさんどこだった、山形、山形だったっけ、タイゴさん、みんなも北海道と東京が多いのかな、タイゴさん、うん、山形か、タイゴさん山形、あの路上ライブできそうなとこみんな探しといて何か許可取らないと怒られるのかな今って、あ場所によっては結構ね、なんかよくさ厳しいとこもあるらしいですね、警察官にあダメって怒られるっていう話はよく聞くけど、うん、駅前とかでねやってたら昔みたいにはできないみたいですね、そうね、昨日いろんな路上ライブしてる人の動画見たりしてたけど、あれですよ、経験の そういう意味では僕らみたいなストリートスケーターも同じです、怒られるのあれ、怒られます、うーん何やってんの、怒られるんだ、まあいいか、それも経験するのもいいんじゃないですか、大塚さんが確かにいいね、それもあの動画に映ってるみたいな、怒られるところも生配信して最近大人の対応できるかどうか、うん大塚さんが埼玉？でもちゃんとした対応を取れる人に関しては警察官の人も行ったらあれだから向こうやった方がいいよとかって言えるじゃないですか、うん、なんか公園なんかは完全に許可制だよね、うん、そっか公園
今本当に難しい世の中ですよ。何でもかんでも危ないとかで撤去されたり、うん、なくなったり許可制になったり、うん、ドローンも近いですし、うん、ローラーベルとかもそうですね。そうだよケントさん、路上だと悪天候続くと大変ですね。確かに台風とか来たらちょっと辛いね、うん。まあ、そういう時はライブハウスに行って、まあ、いろんなアーティストを見る勉強もできるかな。大塚さんが怒られたらどこがいいんですかと聞けますかね。あ、確かに。あ、じゃあそこまで連れて、確かに逆におすすめのとこ聞いたりして遊べるかもね。遊べるっていうか楽しいかも。3ヶ月で帰ってこれる。僕らスケーターは社会の代役として扱われるんで、うん、つらいな。確かになんかちょっと怖いかも。このスケートの人たちがいっぱいガーっていたらそこ通れない感はあるかも。でもいっぱいね、いない理由があります。だから滑る場所がなくなったんで、いっぱいいないんです。しかも危ないでもあるからね、スケート。レイニーさん、花見客で逃げ合うとこで流して歌って売りまくる。いいね。あ、桜の曲あるんですよ、私 CD の中に。いいんじゃない、桜の下でそれ歌って。レイニーさんは東京だよね。花見もしだ、ん？東京とかは4月に桜が咲くんだよね。どうします？CM2 つつなげます？曲？あ、CM？ そうですね。45分じゃん、もう。ゲロ大塚さんがスケートの人がいたら、私、キャンさん知ってるんだからね、と言えば大丈夫それ大丈夫、それで私その道通れる。もうみんな母みたいな。あの沖縄市だったら通じると思います。あ、シュプリームさんがショッピングモールの歌姫、半崎美子、スーパーなどで地道な営業員。そうだよね、それもいいね。イオンとかギター上手になっとかなきゃ。シュプリームさんも東京か。シュプリームさん、もう後半ゆっくり喋れるように CM 全部今消化してるんでしょ。はい。でめいちゃんさんのリクエストはあのエンディングの BG で使います。あ、怒るかなと思っちゃう。ごめんね。今日は珍しく大塚さんからのリクエストもあったの。そうね、そこは優先。めいちゃんごめんね、次ちゃんとなりますからね。シュプリームさんも東京。うん、小田さんが地方のラジオにゲスト出演、いいね、うん、それも出させてください。もうなんかあっち行ったら逆にもうなんか怖いものないじゃん、何も知ってるものもなんかあれもないから ガツガツはいけそう。あずまさん大阪に知人多いかもって。ああ、じゃああずまさんに。あ、そう、ヤギ情熱大陸出たいんですよ、シュプリームさん。いいね、今日口笛まで聞けるとは、キャンティーで。逆にこの今から密着しててほしいね、この情熱大陸とか。絶対面白そうじゃない。そうそうそう、自分でそれっぽい動画作ってる。始まりますよ。5秒前、3、2、1。はい、今日のそら豆ラジオもみんなで楽しくワイワイおしゃべりしています。なんかね、 CM 中もすごい盛り上がったね。盛り上がりましたね。今日1000枚売るまで沖縄帰れません、はい、3月からねやろうと思っててっていう話からのいろんな話が盛り上がっておりますが、はい、ここで北野西さんからもメッセージ届いてます。はい、ゆきさん、路上ライブ頑張っ、頑張る。泊まりは交通手段は路宿足自転車どっちだろう。さあ、スタート楽しみだね。楽しみ。リスさんはどこにいるんですかね。リスさんどこですかね。教えて。リスさんにも会いたいそうですよ。はい、
そうだから泊まりはさ、まあどうにかなるかなって思ってんだけど、まあ、だってビジネスホテルとかももうその辺にあるでしょみんな、うん、お金がない日はネットカフェだったり、まあ最悪カラオケそんなこと言うたらお父さん心配するんですよちゃんと計画してくださいよまあ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 、だからなんか日本、なんか私カナダに行った時があるじゃないですか、はい、でカナダで1年ぐらいいたから、いやカナダで1年生きていけたんだから日本国内だったらもっと生きていけるだろって思ってるんですよ。なるほど。だって言葉通じるし、うん、って思ってる一応。いやケンジさん、大塚さんが埼玉に来たら、いやーは何しにうち何中にとカメラ回しましょうかってあもうそうしようか、あのその土地地方のリスナーさんがカメラマンみたいな荷物も送りつけ、うん、カメラも回させ大変になってるね空豆ラジオは。でもそうだね、しかもこのやってる3月の私が沖縄にいない間は生中継いけるかな。生中継、うん、電話いけるの。電話は全然 OK ですよ。1時間電話するってこと。はい、いいねいいのかないいね、まあ、山内さんがいいって言ってくれたら。でも以前あれですよ、海外からの中継放送を挑戦しようとしたことありますよ。挑戦しようとしたってことはやってはいないってこと。あの結局収録した録音映像を流す羽目になりました、ね、あでもね名古屋とやってるもんね中継ね。そうです、名古屋も行かなきゃ私。じゃあおう、じゃあ名古屋もね住んでたことあるから、あじゃあちょっと今度クリムンラジオに行って出てちょっと名古屋のダンサーズさんとか味噌煮込みさん月さんとかちょっと声かけてみよう。お願いします。うんうん、ちなみにもうエンディング曲流してるんですけど、ヒーローヒーロー安室ちゃんのヒーロー、うんうん、こちらですね、めいちゃんさんが、うんうん、北海道の皆さんに元気になってほしいということで、うんうんうん、リクエストありましたんで今日はちょっとバックで流させていただいております。はい、ありがとうございます。はい、スプリムさんが日本全国の東横インとかアッパホテルに泊まったらいいやんって。そうね、むしろなんかもう全国にあるホテルをスポンサーにつけていけばただで泊まれるかな。なるほどその考えもいいね。まあ相当努力が必要でしょうけどねとりあえず CD 持ってて私こういうものなんですがみたいな。はい、まあ、それはちょっと考えてみるわ。じゃあで、ね、大塚さんがキャンさん GPS で宜野湾で追跡もお願いしますねって面白い。ストーカーチックですねどこにいるかすぐ分かるみたいなおチャンス拓也18さん、みなちゃまお疲れちゃまぴょん、お疲れちゃまこんにちは、お疲れちゃまです。初めましてだ私拓也さん、はじめまして、はい、ゆうきと申しますでシュプリームさん、キャン君はことつなげて放送したねって。そうなんです。うーん、実は僕ちょっといろいろ自分の所有しているミキサーを使って、うんうん、小里電話で生中継放送を試みたことがあります。あ、そうなんだね、はい、しかもレイニーさんが川柳は来週ってうん、来週やろう。もう結局今日オープニングトークスペシャルみたいになっちゃってますけどやばいねもうエンディングまで来てますからね。来週あの今日今週秋って言ってたよね、考えてくれてたかな、はい、秋となんかあと一個何にする考えとこう。難しい。ひふみんさん、ウェーイウェーイ。大塚さんが各ホテルのテーマソング作っておかないと。そうだね。シュベリムさん、一番いいのは大手配信者にこびるのがいいよ、一気にメジャーになれるかも、うん、なるほどね、こびるの得意だよ頑張るわ。はい、ここでヒトロリスさんから追加のメールが来ております、うんうんうん、はい、リスの住んでるとこは木の上リスナーにゆうきさんの好みの男性いたらやばいなーんて。ほらいいね、そうだよね、リスさんは木の上に住んでるに決まってるよね。そうですよ。じゃあ手土産にちょっとどんぐりでも持っていこうかなどんぐりころころどんぶりこ、お池にはまってさ大変
シュプリームさん、ついにスクワットと女子力をして川柳の番組に。うん、そうだね。そうなんですよね。スクワット女子力を捨て、うん、歌も捨て、ギターも捨て川柳にいいね。もうこのコンセプト何やるのこの番組。でもそれも捨て、もうなんかね路上ライブに出ようとしてるから、はい、もう放棄じゃないですか。全部放棄。川柳なんかどうしよう、テーマ何にしようかな。じゃあ放棄ダメ、断捨離、断捨離、断捨離にしよう。断捨離、そう断捨離したいわけよ。整理整頓とかですね。そうそう、整理整頓、断捨離、お片付け、よっしゃそれね。よろしく、よろしく。えひふみさん、今仕事終わりました、速攻帰ってシャワーして向かいますって。お疲れ様です。お疲れ様です。お待ちしております。今日はね9時からでした。はい、ひふみさんのバーがねあるのでお楽しみに。いやでも今日も楽しかったな。なんかねもっと面白いことやっぱどんどんこれからしていきたいなって思いました。はい、よろしくお願いします。じゃあ残り30秒です。うん、あとねみんな9月30日ねライブハウスモッツで川崎との交流ライブがございまして、私沖縄代表のアーティストとして出演しますので、遊びに応援しに来てください。ぜひぜひ、いろんなね方も見れると思うので、うん、それでは今日も楽しい1時間皆さんありがとうございます。また来週お会いしましょう。またねー。いいね、割り方。針は振り切ってるうちに、はいと、ありがとうございました。その元気伝わると思います。お疲れ様でした。みんなありがとう。寒かった。お疲れ様でした。またねー。